ラジオでつながろう、リアルにつながろう、ウキウキワクワクレイディクロー、みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦美由紀です。はい、どうもこんばんは、村沢でございます。暑いんだけど。いやー暑いね、本当に暑いね。もうこれから何回この言葉を言わなきゃいけないのかっていうぐらいね。あー、でさ、今年はさ、梅雨がすごい短かったじゃん。27日間だったのかな。そうなんだよね、入んの遅く、明けんの早く。そうみたいね。え、で去年みたいにこれ開けたんじゃない、開けてないかなみたいな期間なく、今年パッと開けましたって言ったでしょ。割とだから潔いっていうか、あの気象予報士たちも、いや大丈夫です開けましたみたいな感じで。そうだよね、いつもちょっとうだうだすんだけどね、いやちょっとまだはっきり言えませんみたいな。だから今年は夏の到来が本当に早かった気がするね。早いしさ、30度超えの日が早かった。いやそう、本当にね、なんかもう限界をすでに超えてる感じがするし、まだまだこれがほら、まあ、今日が7月の29日ということなんですけど、はい、これまだお盆に向けてですよ。またどんどん暑くなると思うと、毎日やばいよね。ちょっとなんかね、いろんな気力がなくなります。なくなっちゃうの。そうほいでさそれで毎日さ、記録更新だ記録更新だってやっちゃってんじゃん。そう、日本全国どこだかでとか、どこまで行くのかっていう話だよね。まずいよね。なんかでも日本は、なんだっけ、気象予報士の人が言ってたけど、さすがに50度だとか、そこまではなんかその一応海に囲まれてる島国だから、そこまで行くことは常識的に考えられないけれども、40度超えが、まあなんかその日常化するのは割と近い将来じゃないかって言われてた。やばいよ、溶けちゃうよ。溶けちゃう。40度っていうとなかなかちょうどいいお風呂だからねお風呂が40度で、あ、まあまあちょうどいいなぐらいの。私38度から9度だもん。お風呂？お風呂。あ、ぬるめなんだ。ぬるめ。おお。暑がりだ。そう。長く入ってらんない人なんだ。入ってらんない。あんま暑いと。うん。でもなんか体にはその方がいいらしいですよ。っていうよね。そう。ガーって血圧がこう上がったりとかっていうこともなく、そう。ぬるめでゆったり入ってるのか、そうなんです。体にいいって言いますよね。そう。うん。だって暑いとすぐ出たくなっちゃうから。なっちゃう。うん。だけど、あの銭湯なんか行くとさ、昔そうだったけど、結構暑いなっていうお風呂に、そのおじいちゃんとかが入ってて、それでなんか水とかジャーッとか出そうとすると、何水出してんだみたいな、ちょっと怒られたりなんかしてさ、なんとなくそのさ、お風呂入る人っていうのはその暑いのをこう我慢することが男らしいみたいな。あー、わかる。うちの父親もそう。そうでしょ。バカなのかなと思うぐらい、暑いこの時期に、そう、熱いお湯に入って、そう、出てくると、体真っ赤になってるよ。そう、ほんで死ぬぞって言ってんだけど。ほんで熱い熱い言ってるでしょ、出てきて。言ってる言ってる。それは熱いよって話でしょ。でクーラーかかってるとこでうちわで仰いじゃったりなんかしてそうそうなんですよ。それでビールが美味しいらしい。そうみたいです。あ、なんかね、おいらもほら、銭湯とかさ、それからそのスーパー銭湯みたいななんか温泉施設が好きで、よく行くわけですよ。はい。ほんでサウナがそこはもう大体ついてるじゃない。そうするとやっぱそのサウナの中でも、結構そういうなんかこう対抗意識じゃないけど、ちょっとあるんですよ。我慢比べでしょ。そう、独特のあのサウナの中にあるなんかこう主従関係じゃないけど、ちょっとマウント取りたいみたいな感じがあってくだらない。そうだから先に例えば誰かがいるとするじゃない、まあ、若い兄ちゃんでも何でも、で後からこう入ってくると、なんとなくやっぱりこう後から入ってきた人よりは、なんかこう先に出ちゃいけないみたいな、なんかこう自分の方が長くいなきゃいけないみたいな、ちょっと雰囲気はあるんですよ。いらないよね、そんなの。だからなんかあいつまだ出ねえなこんちくしょうと思いながらも、こんちくしょうと思う、ちょっと思いますよ。そりゃ早く出ねえかなって思いながら。そうなんだ。ちょっとあれに似てますね、田園都市線の渋滞っていうか、田園都市線ですごい混んでる車内で、すごいなんか周りに人が全部座ってて、自分がこうすごい疲れてる時につり革持って、その人の前に立って、降りろ降りろって言って、心の中でその人に向かってなんかこう降りろビームを出すみたいな。
それデート支店じゃなくてもありだよ。山手線でもありますね割とそのでもねあれちょっとさごめんごめん笑うけどさ、うん、あれなんかたまに、うん、あなんかやっぱ人間の心って伝わることあんだなっていう風に思った、うん、降りてくれるってこと。そう過去にね、うん、2回ぐらいありましたよ。少な降りいやいや俺の中ではでもおっていう瞬間でしたよ。でも降りろ降りろってしかもそのうちの降りろの2回のうちの1回は、うん、降りないで、うん、立ってその人あのドアの近くに立ってましたからね。次降りるとかだったのかな。いやわかんないけどもしかしたらだけど、うん、俺がすごい座りたい感じが伝わっちゃったのかもしれないね、うん、もしかしたらだからうざい乗客ですね。この人ちょっと目が怖いから、うん、ちょっと立っとこうみたいな。私電車車両乗った瞬間にどの人が早く降りるかなって自分の中で勝手な勘でその人の前に立つ。はあ、だからその辺がやっぱりさ、うん、こう元パチプロでしょで元っていうかさ、まあ、その麻雀のプロの資格も持ってんじゃないか、はい、やっぱりみゆき城はその勝負師としての、うん、なんかそういうなんていうのやっぱ持ってんだね。なんかその頭の中のその構造というかちゃんとそういう細かい計算で、うん、あれ麻雀とかってさ、うん最近俺も結構例えばちょっと知り合いがね、うん、その麻雀の M リーグとかに出てるので、うん、やっぱりなんかちょっとこう見るようにしてんだけど、うん、やっぱあのクラスの人たちになると、うん、ものすごいじゃないその緻密な計算っていうのが、うん、すごいですよ、ね、皆さん、うん、まずさこう麻雀ってこうハイパイっていうか自分のとこにこう13枚だけ、はい、最初取るじゃない、はい、それも取った瞬間に、うん、頭の中でブワーってシミュレートしてて、うん、じゃあこの手にしようあの手にしようとかいろんな手作りをまず瞬間的に考えるわけですよ。考えます。でこう牌を捨てていくことによって、うん、あの人はこれを狙ってるなとか、うん、そういうこともこうなんか考えながら考えないと自分の手を作っていくんでしょ、うん、だからすごいいろんなとこに気持ちがいかないとできないよね、うん、そうね、うん、麻雀って人の手は見えないのでそう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 捨て牌を見て、うん何をやってるのかなってことの想像ゲームなんですよ、うん、そうみたいだよね。そうなんですよ。うんだから筋を読むとか読まないももちろんあるんですけど、うん、自分が手を作りながらでも、うん、あの人は高そうだなだからこの人には戦ってもいいけどこの人には戦わない方がいいなとか一人だけじゃないからね3人と戦ってるからね向かっていかない方がいいなとか、うんうんうん、っていうことを考えながらのゲームだから、うんうんうん、すんごい頭使いますよ。めちゃめちゃ使うよね、うん、麻雀は。おでそこにプラス今度点計算だったりとか、うんうん、でまあなんかこのトンなんて、まあ、2局やるわけじゃない、うん、2局っていうかそのなんていうの2回戦2周っていうの、まあ、場によっても違いますけどね、うんうんうん、まあそのなんかやることによって、うん、そのなんかあと何回残ってるから、うん、じゃあ次にこうしてああしてとかも考えるわけじゃん。そうですね。もうだから常に考えてる感じだもんね。うん、この間ちょっと前になっちゃいますけど私あじゃあ女性自身の取材をはいはい、受けさせていただいた時に麻雀の話になり麻雀してるお写真があったら載せたいのでお貸しいただけますかと、はいはいはい、っていただい言われたんですけど、うん、麻雀やってる写真が一枚もないんですよ。だからさそれちょっと意外なんだけど、うん、なんでみゆき城がそのなんていうの、 いや意外っていうのは、うん麻雀って俺もなんか雑誌とか、はい、いろいろそのなんかネットなんかで美幸城のなんかプロフィールとかを見ると、うんうんうん、その元に全日本なんとかの麻雀協会のなんかそういうの資格を取ったんでしょ、うんうんでねうん、そうですっていうことが書いてあるんだけど美幸城がこうやって宅を囲んでる場所、はい、場所っていうのを一回も見たパチンコやってるとかすごい見てるんだけど、うん、YouTube もアップされてますからねそう、うん、麻雀のあれって意外と残ってないよね。残ってないです。なんでそれ何消してんの自分で。いや消してないよ。消してないけど、うん、そもそもその日本プロ麻雀連盟という私が資格を取った会の人たちが今 M リーグでもいっぱい出てらっしゃいますけど、有名な方いっぱいいらっしゃいますけど、うん、そういうこう表の場所に私は出てないんですよ、うん出てくださいってオファーはいただいたんですけど、うん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 、普通は上手くなって出てくるんですよ。私の場合は先に芸能界をやっているからこう積む段階を飛び越えて、うんうんうん、
出れるといえば出れるんですけど、そうだよね。でも簡単に言ってしまうと、うん、その団体の一員として出るのに、うん、大してうまくもない私が出て、うん、あ、プロ連盟ってこんなもんなんだって思われちゃう、うん、私はそれだけの責任を負って出れるほどの腕はないから出なかったんです。あ、そうかそうか、自分の中で麻雀はまだまだだなっていう全然思いはあったんだ。ものすごいあった。はあ。だから皆さん上手な方たくさんいて、やっぱり日本一の団体って言われるだけある団体なのに、うんうん、私がなんかこう芸能界にいるからってフライングやってしまうとなんか違うかなと思ったから、そうかそうかそうか、お断りしてたんですよ。うーん、今そんなん関係ないよって言う人もいるんですよ、うんうんうん、出ちゃったもん勝ちだよみたいないるんですけども、うん、そうだろうね。でもなんか私の中ではそういうとこ変に真面目で、実力は伴ってないのに、うん、テレビでっていうのはっていうとこなんですよ、うん、ああ、そうなんだ。そうなんです。だからないんですよ。あ、そういうことなんだね、うん。それこそさ、だから、今俳優やりながら、M リーグで活躍してる萩原正人っていうじゃない、はい、彼はほら、はい、俺なんか昔舞台とか一緒にやってて、うん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 、ずっともう長年の知り合いなんだけど、はい、彼なんかはやっぱりそのメディアに出て、うん、すごく昔からその麻雀っていうものをみんなに知ってほしくて、うん、みんなに麻雀っていうのはそうやってね、もともとほらなんかどっちかというとその博打のイメージ、うんうんうん、昭和の昔からさ、うん、なんかお金を取り合うみたいなイメージだけど、そういうダーティーなイメージじゃなくて、うん、そうもっと明るいゲームなんですと、で麻雀は楽しいんですっていうことを、うん、みんなになんかこう知ってもらいたくて、うん、自分はその俳優っていう一足その靴を持っていながら、もう一足靴を履くために M リーグに来ましたみたいなことで、この間もなんかメディアに出て言ってたけど、その M リーグっていうものをこう世の中にもっと知ってもらいたいみたいなことを言ってんのね。ただ彼は、うん、もともと団体に入っていなくて、そうだよね、個人プレーで出てたんですよ。麻雀好きで麻雀上手って認められて出てたんですよ、うん、割れ目でポンとかよく出てたもんね。そう、うん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 、だから逆だから、それはそれで全然ありだと思うんですよ、うん、そうなんだ。資格を取ってから出るんじゃなくて、萩原さんとして、俳優の萩原さんとして出ていて、うん、後に団体に入ったって形だから、またちょっと形が違うんですけどね。そうなんだ。そうなんですよ。でもなんかさ、必ず言うことはなんかあれだよね、その見せる麻雀みたいなさ、うん、なんか言い方をするんだよね、うん、そのなんかこう見てて、うん、やっぱりこうなんていうの、要はさすがなんかいい麻雀打つなみたいな、なんか俺からしてみるとさ、うん、勝つ負けるしかないとしか思ってないけど、分かんないと。そうですよね、いい麻雀みたいなのがあるんだよね、綺麗、うんうん、ななんとかありますね。ああうまいな、こういう広げ方するんだとか、そうなんだ、ここでこう行くのにここで我慢してここで上がっとくんだとか、すごいですよ。麻雀って我慢のゲームですから。あ、そうなんだ、うん、振り込まないのが大事だってよく言うよね。大事ですね。我慢してダメな時はもう何やってもダメだから、人がミスしたタイミングで自分が出ていくタイミングをつかむゲームですから。俺らもね、そうそう、点数数えられないんだけど、まあ、範囲並べるぐらいはできるから、たまに 前はよくやってたんだけど、へ、手配、人の手配を読むよりも、うん、自分の手作ることだけに一生懸命なっちゃうじゃない、うん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 、でも大体当たるよね、うん、ロンって、そうだよ、ほんとロンってよく言われる。いらないもんばっかして出てきたね。そう、だから人の範囲見て、どっちにしようかな、街って考えたときに、うん、あ、この人これいらないだろうなっていうものを狙ったりとか、そういうことするんだよね。する。俺は自分のいらないもの優先になっちゃうからでもなんかさ、それじゃ勝てません。で2つ持ってるやつが1個出るともうすぐ泣いちゃう、ポンとか言っちゃうから、うん、いるわそういうの、迷惑だ上がれないみたいな、泣き虫野郎なんだねそう、公私ともに泣き虫なの。泣き虫なんですね。すいませんけど、困りますね。そうです。でもまあギャンブルは面白いですよ。面白い。うん。もうでも最近すっかりなんかパチンコスロットはもうね。そうですね。ご卒業されたって聞きますけど。まあ機会があったらもともと好きなので、うん、やりたいとは思いますけど、うん、わざわざ今行ってやろうっていう気持ちと時間がないので。あ、そうだよね。まあまあっていうところですかね。お金もバカみたいにかかるからね今時。うん、うん、それがちょっとね。そうですね。だったらちょっと違うことやっていたいなっていう時間、そうですよね、の方が多いですね。あっという間に時間経っちゃうからね、パチンコなんか打ってっと、うん、そう、うん、半日終わっちゃうじゃん。終わっちゃいます。うん、はい、そうなんですよね。まあでもね、ギャンブルもまあそこそこにしていただかないと、うん、ちょっとと思いますよ。いや、あなたがですよ。僕でしょ。はい、そうそうそう、私じゃないです。お袋にもよく言われます、うん、また行くのあんたみたいなね、ね、気をつけないと。まあほどほどにね。はい
はい、気をつけるようにします、はい。お久しぶりんこにですね、はいはい、メールを送ってくださった方がいらっしゃいます。この間ね、メールが来ない来ないって騒ぎましたからね。そうそう、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、うん、今日はですね、このメールを読ませていただきながら、うん、答えていきながら、うん、後半戦進めていきたいと思います。あ、了解です。はい、ということで、はい、まるちゃんどうぞよろしく。はい、かしこまりました。こちら、早速いただきましたメールの方が、ラジオネーム神保さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは、みゆきちゃん、まるさん、こんばんは。はい、毎週月刊ラジオ楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しさいっぱい月曜から乾杯、毎週盛りだくさんのトーク、みゆきちゃん、まるさんトーク大満足で笑顔で月刊聞いていたら、皆さん最近メールご無沙汰、みゆきちゃんの声にそうじゃったということで、はい、みんなで楽しもう、月刊へのリクエストご無沙汰に気づきましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。毎週楽しすぎて大満足で聞く方だけに集中、夢中になってしまいましたということでね、はい、いただきました。早速メールよろしくお願いしますということで、みゆきちゃん教えてということで、はい、芸能人と、みんなつながるインターネット、SNS の誹謗中傷問題、はい、ファンにとってはつながる幸せの場所のはずが、誹謗中傷で悩む芸能人の方が多くてびっくりいたしました、はい、ニュース記事も最近見かけ、いつも笑顔のイメージのあの方も誹謗中傷で悩んでいるのをニュースで知って驚いたのと、残念な心で痛みました。みくちゃんは大丈夫ですか、大丈夫であってほしいと思います。はい、ということで、どうでしょうかね、この誹謗中傷問題、まあ、よく聞きますよね。はい、うん、基本的には、うん、もちろんないに越したことはないと思っていて、うん、で私に関しては先に結果を言うと、うん、ないに等しいです。あー、そっかそっかそっか、はい、ただその根本的に、うん、例えば YouTube 始めた時とかに思ったのは、絶対的に誹謗中傷してくるやつがいるだろうなっていう想定ではあるんですよ。好きでいてくださる方もいれば、うん、嫌いっていう人もいて当たり前だし、うん、で嫌いだったら見なきゃいいじゃんって単純に私は思うんですよ、うん、気にしなきゃいいじゃん、眼中に入れなきゃいいじゃんって思うんですけど、うん、また暇な人間がいるわけですよ。そうなんだよね。そうなんですよ、うん、でわざわざ、苦情を、ね、うん、メールにするのめんどくさいじゃんって話なんですけど、うん、文字起こしするのもね、うん、なんだけど、うん、そういうやつがいて、うん、でまあその中でね、それに苦しんで亡くなられちゃった方もいたりとか、うん、そうなんだね、その人の心の痛さがわからないで、うん、自分の面白半分な気持ちというか、うん、で書き込んじゃうっていうのはもちろんとても良くないことですし、うん、まあ人の心なんか一個も考えないやつにやることですよね、うん、そう、はい、でその YouTube の方では、うん、ブログは多分アメブロさんの方で一定以上のコメントが入るとブロックされるので、こっちまで来ないんですよ、うん、ああそうなんだ。そうなんですよ。なんかいくつか多分キーポイントがあるんですよね。あ、でそれ AI なりが監視してて、はい、自動で削除してくれるってことなんだ。削除してるから私のとこには来ないようになってるんですよ。うん、で YouTube の方も多分ある程度はされていると思うんですけども、時々うまい言い回しで悪口を書いてくるやつがいるんですよ。あ、そうか、褒めてるかのバカ野郎死ねって書くと、うん、まあ、多分絶対ですよね。死ねとか殺すとかっていうね、ワードはね、それをあなたが思ってるほどあなたは可愛くないですよとか、うんうんうん、あなたを見てるととても嫌な気持ちになりますとか、なんか言葉は選んでんだけど、明らかなる悪口っていうのを書いてくるやつがいるんですよ、うん、ああそうか、はい、それはただ私がどうというよりも、うん、見てくださる皆さんがそのコメントを不快な気持ちになるじゃないですか、うん、いやなるよね、 SNS 全般そうですけども、うんうん、だから YouTube に関してはスタッフさんが削除してくださってます、うん、見つけたらすぐ、うん、で他のものに関しては、うん、さっき言ったアメブロさんはアメブロさんがやってくださいますけど、うん、他のは私は基本スルーするようにしてます。ああそうなんだ。消してもいいんですよ、うんうんうん、いいんだけど消すと相手にしてるようになっちゃうじゃん。ああそうだね、なんだこいつってやつも中にはいますよ、うん、なんだけどまあまあ相手にしないのが一番いいと私は思っているので、中にはテレビで見てるととあるお笑い芸人さんなんかは、うん、そこにお前かかってこいみたいな、
そう、なんか裁判に、うん、要するになんか異議申し立てじゃないけどなんかそういうの出して、うんうん、要するに向こうのなんか素性をこう、うん、情報開示してもらうような手続きを弁護士入れてやってるような人もいるよね、いますよね、うん、本気で戦うぞっていう、そう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 、彼はだからあれなんでしょ、そういうことがなくなるように、うん、その誹謗中傷した人はこういう目に遭うんだっていうことを知らしめるためにやってんでしょ、お金をかけて、うんうんうん、お金と時間かけてね、そうだよね、ああいうことも大切なのかもしれないね、そう思いますね、うん、で結局ほら、まあ2チャンネルとか私は見ないですけど、うんうん、見るとね悪いことがやっぱいっぱい書いてあるんですよ、いやそうじゃない、うん、そういう場所だもんね、うん、要はそうそうそう、あそこってだからもうできるだけ見ないに限るんですよ、うん、でこのジモさんがおっしゃるように、うん、そのファンの方とコミュニケーションを取ったりとか、うん、例えば情報を発信したりとか、うん、いいはずの場がその変なやつによって、うん、その嫌な場所になってしまうっていうことも嫌なので、そうだね、私は一定以上決まった場所しか皆さんのコメントは読まさせていただいてますけども、うん、もう一定以上他のとこはまあ、そこまではエゴサーチとかそういうことは一切しないです、うんうん、なるほどね、はい、まあ、知らなきゃ知らないで別にね、いいんだもん、いいんだもんね、うんうん、嫌な気持ちにならないからね、そうだよね、うん、あと神保さんがこちら、聞いてくださってるのがですね、はい、あと気になっているのが、うん、タレントさんとファンのマナーについて、はい、お会いした時のマナー、こんな時は話しかけないでね、そっとしておいてねとか、うん、はい、ファンのマナー気をつけることとか、これは気をつけておいて問題なしとかありましたら教えてくださいということなんですけど、はい、内容的にはどうなんですか、例えばそういうライブだったりとか、はい、いろんなところでほら、まあ、俺も近所で見たことあるけど、はい、ファンの人がバーって写真いいですかとかサインいいですかとか、うんうんうん、もう俺らが見た時は全て笑顔でその対応してたから偉いなと思ってたんだけど、はい、うん、そういうのはなんかやっぱあったりするんですか、気をつけた方がいいと思うこと、ね、うん、基本的に全然話しかけていただいて、うん、大丈夫ですし、うん、今みんなスマホも持ってるので、うん、全然いいんですけど、うん、一つだけ嫌なタイミングっていうのが私はありまして、ほうほうほう、どうぞ、ご飯食べている最中だけは嫌です、うん、まあまあまあそりゃ犬でも猫でもね、ご飯食べてる最中はさ、いやいやいや、ご飯食べてる最中に写真いいですかって来られるのはいる？いますよ、それはちょっとさ、ちょっと嫌です、いやだいぶ嫌だよだから見てわかんないのってなるよね、うん、普通はいいですかって言われた時はご飯食べ終わってからでもいいですかって言います、逆に聞いちゃうみたいな、はい、で嫌だっていう方はいないので基本そりゃそうだよ、はい、ま、その前に気づいてほしいけどね、ご飯食べてるの見てはいるんだ、やっぱそういう人も ね、でも中には後でいいですかと聞くと、うん、いやもう私今帰るんでみたいな、いやあなたの都合ですよねって思いますよ心の中で、あ、そんな人もいたのね過去には、はいはい、いや今でもいますよ、あ、やっぱいろんな人がいるんだね、うん、あ、本当私帰るんですけど、私帰るんで今がいいですとか、おなんか俺からするといやじゃあ帰ればって思うけどまあなかなかファンの人、まあそれを言っちゃおしまいよ、まあ、まあそうなんだ、うん、大変だねそう考えると、そういうのありますけど、ただ東京に関して言うと、うん、皆さんこう芸能人慣れしてると言いますか、そうかそうか、ある程度分かってくれてるっていう、全然、うん、あーっていうことにもなかなかならず、うん、そっと写真いいですかとか、うん、握手してくださいとか、うん、っていうこともあるので、うん、それは全然私はOK、そうだよね、はい、同じやっぱり人間同士だから、うん、向こうもなんかこう気を使うっていうか、そうね、こうね、思いやりを持って、うん、ちょっといいですかね、暑いけどすいませんみたいな感じがあると、そうですね、いやいやいいですよになるけどね、うん、ご飯中以外はね、あ、いや、そう俺昔割り箸の袋にサインしてくれっていう人いたよ、いやいやいるよね、私なんかスーパーのレシートの裏にサインしてくれって言われた、どうなのって思うよそれ、だからその時はさすがにごめんなさいって断りました、あ、そうなんだ、ノートでも何でもいいんですけど、さすがにレシートの裏はさ、そりゃそうだ、業者じゃないからね受け取りサインしてるわけじゃねえからさ、そうでしょ、うん、それは失礼だよ ね、 ちょっとおしゃれな和食屋さんとかの割り箸の袋とかはそこであったって記念にここにしていただきたいですって言われる場合は、うん、いいですよって言いますけど、うん、レシートの裏は絶対的に、そりゃそうね、ただ紙がないだけじゃん、そういうことそういうこと、だからちょっとそれだけはね、勘弁ですけど、そうだよ、うん、だコースターはどう、コースターいいと思いますよ、お店のコースターはあり、うんうんうん、
ありだと思いますよ。レシートダメだぞ。レシートダメだからな。ということですね。それぐらいですね。そうですよね。はい。はい、神保さんが、良好な環境を大切にずっとみんな笑顔でつながっていけるように、私も願っております。私も気をつけたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、そしてなんか、いよいよみゆきちゃん、うん、初ねぷた祭り。そうですね、はい、あと長岡花火大会8月楽しみですね、はい、月間でまたお話聞ける、ことを楽しみにしておりますと、はい、いうことでございますけれども、ね、ありがとうございます。はい、あと僕にもねいただいておりまして、はい、マルさん、サーフィン今年波は最高ですか、うん、波乗りジョニーの歌が浮かびました。お、サーフィンの時は必ず口ずさむ曲はありますかということですけど、うんうん、はい、割と僕はあのいつも言ってますけど、山下達郎さんはRide on time をいつも歌いながら波待ちしてますね。ハッピーだね、はい、で割とどっちかですよね。人が寄ってくるか人が離れていくか、それはそうだ、ね、割と極端な感じになりますね。状況的にはね、空気感がね、はい、うん、もし海でこの歌が聞こえてきたら僕がその辺にいますんで。いやいや、波で聞こえないでしょそういうことですね、うん、そうですね、はい、みゆきちゃん、まるさん、8月、はい、夏から秋への訪れ、うん、まだまだ暑い日が続きますのでお体ご自愛くださいということで、はい、これからも月間楽しみにしておりますということでいただきました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、はい、でもまあそうですよね、そのファンとのマナーのね、ファンの方のマナーだったりとかつながりとか、本当にいい関係が築ければみゆきちゃんだって別にファンが来てくれれば嬉しいわけだし、そうですね、そうだよね、うん、だからつってやっぱりね、なんかレシートにサインしてくれたの、飯の最中に来たりとかさ。いや、ないよ、レシートにサインは。そういう人は何を考えてるんだろうね。何も考えてないんだよだから正直、うんうん、これ綺麗事ではなく、レシート出された時、うん、こいつマジかって思いましたもん。そうなるよね、うん、マジか、まあ言ってもいいと思うよ、マジかぐらいレシートが来た瞬間はいって言われたらさ、終わっちゃうじゃん。そうだね、うん、だからそういう時の断り方とか難しいよね。例えば写真とか頼まれてさ、ちょっとどうしても新幹線がいすね、とかさ、なんかどうしても今ちょっと状況的にとかっていう時の断り方がまたさ、変に断るとまた今 SNS でガチャガチャ言われたりとかすぐしちゃうからね。あ、確かに新幹線乗ってる時もちょっと嫌かな。そうでしょ、うん、割と同じそうなんていうの、空間にいる他の乗客の人にも迷惑になるしね。そうなんですよね、ちょっとそこを、そうだね、だから人の迷惑になる場所は嫌かな。そうだね、うん、そっか、うん、ちょっとそこは ね、はい、そうですね、考えていただけたらと思いますけどね、はい、まだまだあのリクエストとかね、はい、はい、メールの方お待ちしておりますので、はい、ぜひ お持ちください。はい、神保さん、ありがとうございました。さあ、あっという間の30分、まもなく終わろうとしていますが、はい、はい、私、うん、長岡花火と、はい、ねぶた祭り、ねぶた祭り行きますね。なんとその間に、はい、北海道に行きます。北海道、はい、また寒いとこに、あ、涼しいとこか。いや、暑いんですよ、今年は。暑いのか。暑いんですよ。北海道のですね、8月4日、8月4日新札幌で行われます北濃祭りというね、はい、また祭りですか。はい、スーパーの、うん、大型スーパーの駐車場に行ってイベントが行われるんですよ。そちらの方に歌を歌いに行きます。おお、仕事ですね。はい、なるほど。そうなんです、うん、なので、うん、新札幌の方にお住まいの方は、うん、もしお時間ありましたら8月4日、時間などの詳細はまたネットの方か何か、そうですね、店頭の方かな、うん、見ていただけたら分かると思うんですけど、うん、なぜかって言ったら私は今何も分かってないからです歌うことだけは分かってるってことね、はい、そうですか。なのでよろしかったら、はい、お近くの方いらしてください。はい、ぜひぜひ。そうですね、うん、皆さん暑い毎日ですが、夏バテしないようにお気をつけください、うん、はい、それでは今日もお疲れちゃーん。